はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の YouTube 動画では、これから独立起業する人はインボイス制度の申請をいつまでにしないといけないのについて動画で解説していきたいと思います。また動画内で1点重要な項目があります。消費税の届け出でこれを間違えているとですね、なんと2割特例が使えないっていう風になっておりますので、独立起業を考えている以外の方もですね、ここはしっかりと抑えましょう。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっています。またビジネス書を2冊出版しております。どれも概要欄のリンクから飛べるようになっておりますので、ぜひ一度チェックしてみてください。それでは早速本日の内容いってみましょう。はい、それでは本日の動画、独立企業インボイス登録一体どうなるの、いつまでに申請書を出せば間に合うのかについて動画で解説していきたいと思います。本日の内容です。令和5年の10月からインボイス制度がスタートしました。これから新規事業を開業する人、独立しよう、副業しようとしている方、一体インボイス制度の申請登録はいつまでに出せばいいのか気になる方も多いと思いますので、動画でまとめました。インボイス制度がスタートしたことで、2つの世界が並行同時に存在するというようなイメージを持ってもらえると分かりやすいのではないでしょうか。これ後ほど後で詳しく解説をします。まず1つ目、新規開業済み、もうすでに開業届は出していて、ビジネスはスタートしているんだけども、様子を見ていたけどもインボイス制度登録したいっていう方の登録の場合と、こちらがもう1つ、完全に新規開業、これから開業届を出して個人事業主とやっていく、自営業になるという方のインボイス制度の申請について解説をするのが2つ目の内容となっております。そして最後に、先ほど言ったように2つの世界が並行するというのはどういったことなのかについて動画で解説をさせていただきます。本日の内容以上のような流れでいくんですけど、冒頭で紹介したように、これを間違っているとですね、2割特例が使えないということになる点についてもしっかり動画で解説しますので、ぜひそちらの方も押さえておきましょう。では早速1つ目の、すでに開業済みの方は、すでに開業済みの方がこれからインボイス制度を登録するパターンについて見ていきます。開業済みでインボイス新規登録者のパターンになります。こちらは免税事業者で10月の1日以降に登録をするというパターンになります。この免税事業者の方がインボイス制度がスタートする10月はちょっと様子を見ていたけども、令和6年になったらインボイス制度登録しようかなと考えている、また令和6年になったらインボイス制度申請したいのって決めた方に向けての内容となっております。例えばこちら例として、令和6年の2月1日を登録希望日として登録申請の手続きを行う場合、いつまでに申請書を出せばいいのかと言いますと、登録する希望日が令和6年の2月1日の場合は、申請書の提出日の締め切りが令和6年の1月17日までに提出するというルールです。こちら登録希望日提出日から15日以後の日を記載して提出することになります。ですので皆さんは自分の登録希望日から逆算をしてですね、提出日というのを押さえておかないとですね、期限を過ぎてしまうと自分の希望する日からインボイス制度登録スタートすることができませんので要注意です。そしてこの申請を出したとしてもですね、インボイスの番号というのが即日発行されるわけではありません。タイムラグがあります。こちらのタイムラグはその混雑時期によってまちまちなんですけど、どうやら今までの経験を見ていると申請をして 2,3 週間程度、また長い方でまあ1ヶ月から1ヶ月半程度かかっているようです。そしてここポイントなんですけど、登録希望日をしたこの2月の1日に申請はしてあるんだけども、登録番号が手元に届かないというケースが起こってきます。もしそのようなケースになった場合にはですね、登録希望日後に登録が完了して手元に番号が届くのが遅れてもですね、この登録希望日記載した2月の1日から登録されたものとみなしてもらえるのでご安心ください。まとめますと、提出日から15日以後、希望日から登録がスタートします。もし番号が希望日までに届かなかったとしてもですね、登録されたとみなすっていうことが、この2つのポイントしっかりと押さえましょう。以上がもうすでにビジネスはスタートして経営者としてるんだけども、免税事業者の方が令和5年10月1日以降インボイス制度が走り出した後に新規登録したい場合のケースを紹介させていただきました。先ほどですね、2月の1日に登録希望をする場合は逆
算をしてですね、提出日が1月17日と言いましたが、こういった書類はですね、何事も少し余裕を持って提出することをお勧めします。最低1ヶ月程度は余裕を持って提出するようにしましょう。逆算した提出日が1日計算間違いをしていたとか、また郵便局に今日行くと思ったらですね、忙しくて行けなかったっていう風になりますとずれてきてしまいます。ですので、少し早めに1ヶ月程度は最悪、余裕を持ってこういった書類は提出をするようにするのが賢い個人事業主、経営者のポイントとなってきます。では次のスライドで、新規開業の場合はいつまでにインボイス制度を申請すればいいのかについて解説をします。はい、それでは個人事業主の新規開業のパターンです。個人事業主が開業してですね、独立起業するとなった時にインボイスの登録もしようという決めた場合、期限はいつまでにこれ出せばいいのかと言いますと、開業事業年度終了の日までに提出をすればセーフということになります。これどういったことかと言いますと、例えば令和6年の10月に独立起業する開業届を10月1日日として開業届を出したとします。その場合、その時にですね、すでにもうインボイス登録するっていうふうに決めたらいいんですけども、まだちょっと考えたいという場合にはですね、事業年度終了の日までに出せばいいので、12月の31日、個人事業主は1月の1日から12月31日で一期とみなしますので、事業年度終了の日というのは12月31日となります。その日までにですね、新規開業の方はインボイス制度の登録申請書を出せば、開業時に遡って開業初日からインボイス制度登録 OK できてますよっていう風にみなしてもらえます。では出す書類は何を出すのかと言いますと、適格請求書発行事業者の登録申請書をですね、税務署の方に提出します。 e-tax の場合はそのまま電子で税務署の方に提出すればいいんですけど、郵便郵送の場合はインボイスセンターに郵送することになりますので、その点少し気をつけておいてください。まとめますと、税務署に提出が必要となります。いつまでに提出するかというと、開業事業年度終了の日までに出します。そしてこの申請書、登録申請書を出しますと、開業して初年度といえですね、消費税の申告、消費税の納付がスタートします。要は免税事業者からインボイス制度に登録すると自動的に課税事業者へとなるためです。こちら消費税の納付も必要となりますので、インボイス制度登録しないといけないなっていうのに知らずに登録して、消費税の申告しないといけないって知らなかったっていうようなことにならないように、インボイス制度を登録するとどうなるのかまで先を考えて、インボイス制度を登録するのかしないのかしっかりと判断をしましょう。そしてもう一点、ここがもう一つ注意点なんですけども、令和11年の9月30日までにこの新規開業でインボイス登録をする方はですね、消費税課税事業者選択届出書というのは出さなくてもいいですよというルールになっております。これどういったことなのか次のスライドで紹介するんですけど、動画の冒頭に言った2割特例が使えないパターン、こちらをミスっていると2割特例が使えないパターン発生してきますので、次のスライドでしっかりと押さえましょう。またこの適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方がわからない、一体何を記載すればいいのかなっていう方はですね、私過去に申請方法の動画作成しております。こちらの申請方法の動画確認していただいて、何を記載してどのように登録申請をすればいいのか、こちらの動画でしっかりと学んでください。さあ、では今説明したこの令和11年の9月31日までは消費税の課税事業者選択届が不要ですよというのはですね、インボイス制度の申請を出すと基本的に自動的に課税事業者へと変更になるため、わざわざですね、この消費税課税事業者選択届出は出さなくていいよというルールになっております。次のスライドで重要な、皆さんミスしてないかの確認しっかりとしてください。もしかしたら2割特例が使えないなんて方が多発してくる可能性も高いです。はい、こちらの内容になります。要注意ということで、ここしっかりと押さえましょう。消費税課税事業者選択届出書っていうのは、そもそもどういった書類かと言いますと、免税事業者なんだけど、私は課税事業者を選んだ方が有利だから課税事業者になりたいです、要は課税事業者を選択します、希望しますという時に提出する書類になるんですね。この書類なんですけども、本来だったらインボイス制度を登録することで免税事業者の方が課税事業者になりますというよう
ような希望と同じような意味合いですので、この選択届出書を本来ならば提出すべきところをですね、先ほど紹介したルール、令和11年の9月30日まではですね、この選択届出書は出さなくてもいいですよと、インボイス制度の申請さえ出してくれれば自動的に課税事業者になるんだから、この書類は不要ですよ、出さなくていいですよというルールになったんですね。ここで要注意です。この出さなくていいですよというルールを知らずにですね、令和4年中にインボイスの登録申請書とこの選択届出書ダブルで提出している方が要注意となります。こちら国税庁の表を持ってきてあるんですけど、この令和4年に2枚届出書を出している方、2割特例の適用が不可ということになります。要は課税事業者を選択しているんだから2割特例は使えないよという落とし穴、ルールの落とし穴にはまってしまうということです。皆様ぜひ一度ですね、この消費税選択届出書出しているのか出してないのかしっかりと今一度確認しましょう。で、この2割特例が適用可能な方は下の段になります。免税事業者の方がですね、インボイスの登録申請書のみを提出していて、令和5年になった時にですね、2割特例の要件に該当した場合は2割特例の適用が可能ということになります。2割特例はですね、そもそも売上高、課税売上高が1000万円を切っている方でないと2割特例の計算方法は選択することができません。この2割特例の要件についてはですね、過去私動画を作っておりますので、そちらの方で復習をしていただけると助かります。インボイス制度2割特例の最新情報ということはこちらのサムネイル探していただいて、2割特例の要件に自分は該当するのかしっかりと学んでから今説明した内容をご確認ください。こちら本当に要チェックです。この選択届け書を出しててインボイス制度の登録されている方、自分は該当していないか必ずチェックするようにしてください。いざ2割特例の適用ができると思ったところですね、この届け書を出しているがゆえに引っかかるという可能性もあります。ここはしっかりと押さえておきましょう。では要注意事項の説明が終わったところで、開業時にはですね、インボイスの申請以外にもいろいろと提出すべき書類があります。それを簡単に紹介していきたいと思います。個人事業主が新規開業するときに出さなければいけない書類、所得税関係になります。こちら一番上がですね、よく言われる開業届と呼ばれるものです。そして開業するときにはですね、青色申告選びたい方は青色の申請届書が必要になります。その他青色事業専従者給与、これは家族に給与を出したいって方が届出する書類になります。そしてですね、こちら記載あるように提出期限がありますので、しっかりとそちらの提出期限など押さえて期限内に提出するようにしましょう。こういったように開業時に提出するべき書類は多いです。そして令和5年の10月の1日からインボイス制度がスタートしたことによってですね、インボイス制度を登録するのかしないのかっていうのも判断して、インボイス制度を登録するっていう方はですね、先ほどから言っているようにインボイスの申請届書を出さなければいけません。要は登録の届出書を税務署に提出することになりますので、その点も一緒に考えて独立起業をする、そういった世界がスタートしているっていうふうに考えてください。では他にも何を出さないといけないのか紹介をします。先ほど言っていたように個人事業主新規開業で出すかもしれない書類の中に消費税関係の書類があります。先ほど紹介したのはこの消費税課税事業者選択届出書ですね。この選択届出書、要注意事項ありましたので、再度しっかりと皆さんチェック確認するようにしてください。またもう一つですね、皆さんがよく出すかもしれない書類としては、消費税関係でいうと簡易課税制度を選んで消費税の計算をしたいという方はですね、こちらの赤枠の消費税簡易課税制度選択届出書というのを出さないと簡易課税の計算方法が使えません。こういったように開業時に提出書類にはいろいろありますし、インボイス制度が始まったことによってですね、消費税関係の届出書についても知っておかないと、また勉強しておかないと提出が漏れていたというようなこと、ケースも多発してくる可能性が高いですので、皆さんこのあたりはしっかりと学んでおいた方がいいと思います。過去にですね、インボイス制度消費税申告完全解説という動画あります。今言ったこの消費税の計算方法、2割特例、簡易課税、原則課税で3つの計算方法があるんですけど、それについて解説した動画になりますので、ぜひ皆さんこれからね、確定申告シーズンに入りますので、事前にしっかりと予習をしておくことをお勧めします。では最後に2つの世界が並行するっていうのはどういったことなのか、イメージについてね、解説すると皆さんね、インボイス制度がある世界ない世界がイメージしやすいかなということで、次のスライドで解説をします。
はい、2つの世界が並行することになりました。こちら専門的な内容ではなくて、イメージを把握するための説明となりますので、その点はご了承ください。ではまず1つ目、インボイスのない世界に生きていくことができる方がいます。このインボイスのない世界がどういった世界観なのかと言いますと、免税事業者のままでインボイス制度に登録しない人です。インボイス制度がスタートしたんだけど、自分はずっと免税事業者でいる、インボイス制度には登録しないという方も、実際個人事業主自営業の方の中では一部いらっしゃいます。そうすると消費税の申告はありません。なのでインボイスが関係ないということになるわけです。ですので今までのルール、要はインボイス制度が始まる以前のルールでビジネスを経営していくことができます。ですので例えば開業して2年間はですね、消費税免除になりますよというようなルールあったと思うんですけど、それもそのまま継続して使えることになります。じゃあインボイスのある世界に生きていく経営者はどういった世界観になるかと言いますと、こちらがインボイスのある世界です。どういった方がインボイスのある世界にいるのかと言いますと、まず課税売上高が1000万以上の課税事業者と呼ばれる方です。これプラス今まで免税事業者だったんだけども、インボイス制度がスタートすることで自分はインボイス制度登録しますよということで、免税事業者から課税事業者へ自動的になった方、この2つのパターンの方はですね、インボイスのある世界を経営していく、生きていくということになります。ですので消費税の申告は必要、消費税の納付も発生します。インボイス制度が関係ありの世界に突入しているということになります。そしてそのため適格請求書を発行する必要があったり、また取引先のインボイスの確認作業などが発生する方などなどがいらっしゃいます。こうなるとですね、インボイスのない世界の方とインボイスのある世界の方、2つのパターンの世界観が並行して継続していくことになります。そうするとですね、インボイスのない世界の方とインボイスのある世界の方がですね、インボイス制度について話し合いをしたり、登録するのかしないのかって話をするときにですね、話がなかなか噛み合わないという現象が発生しやすいです。そしてこちら、インボイスに登録するかの重要なポイントとしてですね、インボイスがないと、要は的確な請求書が発行できないと、インボイスの番号がないと取引先がですね、仕入れ税額控除ができないから困る可能性があるよということで、このインボイス制度を登録しないといけないのかな、どうしようかなというような葛藤が生じるわけです。このように今後はですね、インボイスのない世界、インボイスのある世界観とね、並行していきますので、話し合いをするとき、また取引先と交渉するときにはですね、お互いの世界観をきちんと共有する、また分かっておかないとですね、いつまでたっても話が噛み合わず、どうしていいのかなかなかお互い歩み寄れないというようなことが発生します。またですね、インボイスのない世界の人がですね、話をインボイス全然関係ないよっていう話を鵜呑みにしてしまって、インボイスのある世界の方にですね、そうか、インボイスって関係ないんだっていう風になってしまうと、またそこでも話が食い違ってきますので、この点、2つの世界が並行しているってことをしっかりと押さえておきましょう。はい、そして今ちょっとだけ紹介した取引先が仕入れ税額控除できないでどういうことなのかについて、こちらのスライドで私過去もですね、ちょいちょい紹介をしております。仕入れ税額控除知りたい方はこちらのスライド再度ご確認ください。とはいえですね、免税事業者からの仕入れはですね、経過措置がありまして 80% 3年間は控除可能となってますので、そのあたりを考慮してどうするのかということを決める必要があるかと思います。仕入れ税額控除、今のスライドだけじゃわからないという方はですね、過去に私仕入れ税額控除解説した動画があります。またインボイスの世界のある方の住民の方、このインボイス制度でどういったチェックが必要になってくるのかというのを解説した動画もあります。これから独立起業する方がですね、インボイス制度の登録の提出期限について解説したんですけど、そもそも自分はインボイス制度に登録した方がいいのかいないのか迷っている方も非常に多いと思います。そういった方向けに、インボイス制度無登録でも OK な人ってどんな方なのか、1、2、2つのパターンに分けて解説してる動画ありますので、こちらの動画参考に、自分はインボイス制度独立起業した時にするのかしないのか決めていただける参考になれば幸いです。本日の動画の内容は以上となります。はい、私はオンラインサロンを運営しております。 Facebook の非公開グループで運営をしていて、メリットが4つあります。
オンラインサロンの詳細概要欄から飛べますので、ぜひ興味ある方は一度覗いていただいて参加の方お待ちしております。メリット4つあります。まず1つ目、質問と相談が24時間いつでもすることができます。文章で質問をすることで、私が直接文章でお答えするチャットのようなイメージを持ってもらえるとイメージしやすいかと思います。そして2つ目のメリットは情報共有の場として使えることです。メンバー全員独立企業、また経営者の方ばかりですので、情報交換ができるということで好評です。3つ目の権利は記事の購読権利がついております。平日毎日私がビジネスに関する記事、また SNS や YouTube 運用の裏側などなど、オンラインサロンのみだけに投稿している情報ばかりあります。その購読権利がついてきます。そして最後4つ目、定期的に Zoom サロンを開催しております。こちら Zoom 上で私とまたメンバー同士で情報交換ができるということで非常に好評です。年内にあと1回 Zoom サロンする予定ですので、入会考えている方ぜひね、これに間に合うように入会していただけるといいんじゃないでしょうか。というわけで4つ目のメリットはZoom会議の参加権利になっております。概要欄に詳細飛べるようになっておりますので、ぜひ一度チェックして入会の方ぜひぜひお待ちしております。はい、こちら私はビジネス書2冊出版しております。どちらの方もですね、 Amazon Kindle 版から購入できますので、ぜひ一度覗いてみてください。また YouTube チャンネルの登録、まだ未登録の方ぜひ登録の方お待ちしておりますよ。またいいねやコメント、感想いただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。またその他 SNS もやっておりますので、そちらの方のフォローもお待ちしております。特にボイシーは耳から学べるということとですね、ちょっと普段他の SNS とは違う投稿をしておりますので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。はい、というわけで本日の動画以上になります。本日はですね、インボイス制度、これから独立起業する人はいつまでに判断をして書類を提出すれば間に合うのかについて解説をさせていただきました。またもう一点非常にね、大事な点ありますよね。2割特例ができない、適用できないパターンがあるということで、しっかりと自分が提出した過去の書類一度振り返ってみて確認の方をするように強くお勧めいたします。それではまたですね、自営業フリーランスに役立つ内容の動画投稿していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではいつも動画最後まで見てくださっている方ありがとうございます。またの YouTube でお会いしましょう。自営業専門税理士神並でした。それではまた。